大正寺陣屋は、加賀国江沼軍大正寺の大正寺城跡にあった陣屋で大正寺藩の藩長である。大正寺城としては、関ヶ原の戦いの戦勝により、前田としの支配するところとなり、城代が置かれたが、源名の一国一条例により金城山の東側に陣屋を構えることとなった。城郭寺代標高60メートルの金城山に、本丸、二の丸、 西の丸、東の丸、金が、丸の車があったが、北側大正寺下藩と東側の熊坂川が、堀代わりをして、陣屋となっては一歳人の出入りを禁じている。関ヶ原の戦い後の寛永16年、加賀藩主、年常は、市藩として三男の理事に七万国を与え、大正寺藩が立藩し、その後九代、年行の代に高直しが十万国と行われ、 最大国高の陣屋として明治維新を迎えた。現在は公園、休憩所となり、山徳の公園と加賀市立近城小学校、江沼神社の境内となっており、石垣と泥の一部が残っている。判定内の稼働跡と北面の石垣は加賀市指定史跡。庭園部分が旧大正寺判定庭園として加賀市指定名称。また、 三代藩主と品なが別邸として小堀遠州が設計した潮流邸は国の重要文化財に指定されている。ありがとうございます。